これ私の免許証なんですけど、これをねここにタッチするとエネオスとウサミでガソリンが入れます。今日ねフィットちゃん2時間半でしたけどありがとうございました。はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちらホンダフィットクロスターです。今日はですね、こちらホンダのねシェアカーのエブリーゴーというのがあるんですね。そちらでね車をシェアしてレビューしようと思います。では早速外装の方を見てみましょう。ホンダのエブリーゴー、こんなのあるんですね。で、もう新型のねフィットが借りれるということでちょっと来てみました。これねすごいのがね、何にも本当にいらないんです。免許証、これ私の免許証なんですけど、これをねここにタッチすると、はい、今ロック解除しました。おお、すごい、これでもうね中に入れるんですね。熱っ、はい、お邪魔します。とりあえず、あ、これかキーボックス、これねこうか、熱いわ。とりあえずねちょっと灼熱なんで、オン、ちょっとクーラーガンガンにしときます。とりあえず、フィットのねクロスターということで、可愛いですよね新型フィット。フロントはね特に親しみやすい老若男女受け入れやすいデザインになってますよね。クロスターはこの辺のフロントのデザインがちょっと変わってますよね。結構ね実は樹脂感があるんですね。ちなみにヘッドライトはね下にポジションランプ、これ LED でつきます。これね結構かっこいいですね。横から見たらこんな感じです。いや、やっぱねちょっと車高が高くなってますよね。通常のフィットより30ミリ、高くなってるらしいですね。でタイヤもねちょっと太いかな。タイヤはね185の 60R16 16インチを履いております。やっぱね60を履いてるんですね。ちょっと分厚くなってますね。でクロスターはねここも特徴的ですよね。クロスター専用のフェンダーがついてるんですが、これもちょっと樹脂感が、否めない感じですね。でこのサイド面にも下の方にサイドガーニッシュが分厚くデザインされてますよね。でこの上にねこのキャリアが、つくんですね、クロスターはね。で今回からねこのシャークフィンアンテナになりました。これね全車種黒で統一されてますね。はい、後ろから見たらこんな感じです。いやいいですよね今度のフィットね。なんかすごい洗練されたデザインだなと思います。ちょっと後ろ開けてみましょう。おお、あ、こんなん入ってる。これね、なんかホンダの謎の箱が、これなんでしょうね。お、へえ、これ掃除道具が入ってるんや、ほら。掃除道具、コロコロとか、これウェットティッシュね。で、これシュッシュッと、あ、消臭スプレーか。最後ね、掃除して返しましょうね。はい、では内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。おお。内装の方はねこんな感じです。いや今回のねフィットやっぱりね内装がねすごいファブリック感があって、なんか家のリビングにいるような感じですよね。で特徴的なのがねこの極細Aピラーですね。なのでねほらこれすごい視界がねいいですよね。まあよくねここが太いから一緒じゃんっていう人いるんですけど、いや実際ね乗ってみるとねこの差結構わかります。でダッシュボードもねフラットなので、その辺もねなんか広々感じるのかな。でこれね心配なのが乗っててガソリンなくなったらどうするのかなと。ほら給油ね見てみて、これカード2つもあるの。エネオスとウサミでガソリンが、入れれますということですね。これいいな。ちなみにね事故した時はこの緊急連絡先コールセンターに連絡してください。今回のフィットねいろいろ機能が追加されてて、この SOS ボタン、これとかねちょっと押してみたいけど、あとほらこれホンダにつながるコールセンターにつながるやつね、ちょっと押してみたいんですけど今日はやめときます。いろいろややこしそうなんで。このガソリンとか事故の時とかねいろいろマニュアル書いてます。今回のフィットねなんといってもねこのメーターが変わりましたよね。液晶タイプになりました。これすごい見やすいです。スポーツモードがねなくなっちゃったんですよね。イーコモードは従来通り残ってます。でパーキングブレーキねこれになりました。すごい高級車の仲間入りですよね。で、ブレーキホールドボタンが使えるようになったと。
これものすごい便利。私ね、結構パドルシフトでシフトダウンしてたんですが、エンジンの回生ブレーキを使いたいときはこの B を設定してください。でクロスターのシートね、実はこれ撥水ファブリックシートっていうものになってます。汚れとかね、すぐ拭き取りやすい素材になってますね。ダイヤル式に戻ってすごい操作性がね良くなりましたね。前のフィットね、タッチパネルでちょっとやりづらかったんですよね。後部座席こんな感じです。いや安定のね広さですね。後ろはねちゃんと非常機が出てくるんよ。結構ねゆとりの空間なんですよね。ちょっと軽くシートアレンジ、広さ的にはね前のフィットと変わりない感じですね。こんな感じでね跳ね上げることもできます。そうするとねかなり広いスペースが確保されますね。あ、これ後ろ座席にもほらいいね、これUSB のジャックがありますね。結構ね最近の車あらゆるところについてますよね。では今から出発します。出発する間にねこの看板元に戻しといてくださいね。では今から行きます。では試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし。ホンダフィット ETV ということで、今ね試乗してるのは、クロスタータイプになりますね。乗って第一印象はやはりね少し普通のフィットより車高が高いんだなという感じがしましたね。30ミリ高いだけなんですが、少しねなんか見晴らしの感じが変わってるような変わってないような感じがしますね。で今 EV 走行しております。メーターの方が40キロですね。まあさっきからねずっと EV 状態ですね。これいつになったらエンジンかかるのかなという感じなんですが、今回のフィットね2モーター式になります。まあ、2モーターなんですけどね、一つは、常にね充電の方に使われているモーターということで、まあ、高速運転とかの時に、まあ、やっと、エンジンがかかって動力の方になるという感じですね。出だしの方はちょっと緩やかなスロースタートな感じがしますね。なんかねもっと2モーターなんでね走りがいいのかなという感じはしたんですが、ストップ&ゴーの時は、まあ、ちょっと若干重いような感じもします。今回ねエブリィゴーで車の方をお借りしたということでね、もうね車をね買わない選択っていうのもねあるんじゃないかなという感じがしますね。シェアカーですよね。東京とね大阪と今回新しくね九州の方にエブリィゴーっていうねこのカーシェアシステム、ホンダのね独自のカーシェアシステムがありますね。でホンダのねディーラーさんの近くにこの車が置いてましたね。他のところもそうなんですかね、ちょっとその辺わからないんですが、少しね駅から遠いところでしたね。まあ、これシェアカーなんでねこれ借りに行くには電車か徒歩で、まあ、行く感じですよね。このコンパクトカータイプで、なんとね15分200円から、借りれます。そしてプラス、1キロあたり、17円ですねの料金がかかってきますね。まあ、8時間まではその料金で行くんですけども、まあ、8時間超える場合は、セット料金というのもあります。4780円ですね。で16時間の料金設定というのもありまして、5780円ですね。しかもねこれガソリン代とかこの車のね保険代とかその辺ね全部含んでるんですね。で延長とかもねスマートフォンでね空きさえあれば簡単にね延長の方できますね。今ねこちら50キロなのでまあちょっとずっと40キロでゆっくり走ってました。ちょっと踏み込んでみますね。前の車についていく感じしますね。静か今50キロちょっと超えたぐらいなんですが、それでもねEV 走行になりますね。基本ねやっぱ EV 走行ということでかなり静かですねでやはりねフィットね多少この縦のね揺れっていうのがねどうしてもねありますよね。でこのクロスターねちょっと車高が高いんでその辺余計ねちょっとふわふわした乗り味かな。はい、到着しました。
いや、よかったね、フィット。じゃあこいつをどけて駐車しましょう。無事、終了しました。お、これ4時まで借りてたんで、お、4分前。これどうやって終わらすんやろ。とりあえずエンジン切ります。このキーをね、ここにこうか、左に回して、ちょっと回しづらい。これね、ETC。こういうのね、取り忘れがないようにしてくださいね。あと最後ね、こう掃除とか、消臭とかね、して、出ましょう。ここに、免許証をタッチして、ロックを確認したら終了です。今日ね、フィットちゃん2時間半でしたけど、ありがとうございました。はい、いかがでしたかね、ホンダフィットクロスター。いや、なかなかね、このクロススタイルっていうのもいいかなと思いました。はい、このエブリゴ、あのスマートフォンでね、予約できて非常に便利だなと思いました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、っていうわけで、エブリゴでフィットクロスターを借りてみたでした。じゃあね、バーイ。